私、天道カレンことあろうものが、どうして…いえ、僕は結構です。この部に僕がやりたいゲームはないみたいです。どうして？ごめんなさい、天道さん。ゲーム部は楽しいと思うんですけど、僕は今後も僕なりにゲームしていたいんです。天野くんなんかに、あんなゲームが下手な人に、どうして、なんでなのよ。天道、格ゲーやってんだ。ニーナ先輩、先輩のコントローラーをお借りしてます。今日も早いな、天道。加瀬先輩、そろそろ大会も近いので気合を入れようと思いまして。今私とっても調子がいいんですよ。そうか。どうかしました？すごく言いづらいんだけど、ゲームめっちゃ負けてるよ。あれ、おかしいですね。故障でもしたんでしょうか？どこも壊れてないと思うけど、どうしちゃったのさ。いや、別にどうもこうも。お前まさか天野との一件を引きずってたりしないよな？いやいや、そんな、天野くんのことなんか一切気にしたこともありませんけど。その割にはゲームをしながらずっと天野の名を連呼していた気がするが。ぎっくり。ぎっくりってことは図星だ。そんなこと。お疲れ様です。ミスミくん。あ、天道さん、さっき物質棟の近くで天野くんに会ってちょっと話したんですけど、天野くんってどうやら僕が知らないゲームばかりやってるみたいで、すごく興味深い人なんですよ。で、天道さん？なぜミスミくんは天野くんと平然とおしゃべりできるのかしら？なぜって、それはお友達だから。お友達？天野くんは私をゲーム部を足蹴にしたって言うのに！そんなに天野くんに恨みがあるなら直接アタックしてみればいいじゃないですか！天野くんと別れたばかりなんでまだ追いつけますよ！助かった。大丈夫。私が天野くんに直接。そうだな。ミスミの言うことも一理ある。ゲーム部を断った理由も釈然としないし、俺たちの活動を否定されたようで気に食わないところもある。もう一度天野をここまで連れてきて、奴の口からきちんと訳を説明してもらうのも悪くないだろう。っておい、天道？ああ、もう行っちゃったみたいです。なっ！そうよ、もう一度部活に誘って一言ビシッと言ってやるだけなんだから。天野くんのことなんかそれですっきり忘れるはずよ。そもそも気にしてなんかないし。あっ、早速天野くんの姿を発見。ん？入っていったのゲームセンターよね。天野くんが？とにかく後を追いかけるしかないわね。天野くんに一言ビシッと言ってやるためにも。天野くん、一瞬見かけたのだけど、どこに行ったのかしら。アーケードゲームがある方かな。それにしても、どう考えても天野くんが来そうな場所じゃないわよね。どうしてなのかしら。ちょうど開いたよ、上原くん。天野くんと格ゲーの筐体に座っているのは、同じ2の F のちょっとチャラい印象の上原くんよね。この二人って接点あったの？天野くん、いつも一人でいるのに、どうして二人でゲームを。まさか、天野くん、上原くんに何か弱みを握られて。早くやろうよ。やるですって！まさか、二人の関係性って。冷静になるのよ、天道カレン。これからやる格ゲーのことに決まって。オッケー。俺様のビギに良いな。ビギに酔う？上原くん。さっきから二人は一体何の会話を。経験者。ああ、経験。落ち着くのよ、天道カレン。今のは
かいつまんだ二人の会話の一部分を聞いて邪推しているだけに過ぎないはずよ。うん、疑惑をはっきりさせるためにも天野くんの監視を続けないとね。って、あれ何しに来たんだっけ私。 K.O. いくらなんでも弱すぎだろ。次こそは。わかったよ。たく、ゲームに関しては積極的だな。ゲーム部の入部を断ったのも堅くなだったものね。俺、上原くん、キャラ変えるんだ。だってそりゃ、いろんなキャラ使った方が楽しめるだろ。わかる。同じキャラを使い込むのも楽しいけど、キャラの見た目を変えたり、他の技を試したりするのも楽しいよね。ま、下手っぴなお前に対するハンデだけどな。くぅ、今度こそは負けない。 K.O. またやられた。楽しかったね、上原くん。いろんな意味で私はハラハラしたけれど。で、次は何やるよ。え、俺が勝ちっぱなしじゃ面白くねえだろ。うん、そうだね。じゃあさ、次はあれやろうよ、あれ。あ、おいおい、ガンシューティングじゃ対戦も何もねえだろう。でも、二人だと楽しそうだし、やろう。どういう理屈だ。足引っ張んじゃねえぞ。わかった、任せて。うんうん、シューティングゲームね。二人での協力プレイか。二人協力。うわ、敵がめっちゃこっち向かってきてる。ちょっと、右のやつは上原くんがやるって決めたのに。お前が下手っぴだからだろ。ほら、置いてくぞ。待ってよ、この。ほら、ついてこい。おかしいわね。目を閉じて二人のやりとりを聞いていると、砂浜で追いかけっこしているカップルのように聞こえなくもない。さっきのじゃ勝負できなかったからね。次はこれで勝負しよう。あのレースゲームって家庭用に移植されてないはずだから、天野くんはほとんどやったことがないんじゃ。何か秘策でもあるのかしら。お前これ得意なのか。いや、初めてだよ。初めて？前からやってみたかったんだよね。ふん、初めてだろうが手加減なしだぞ。うん、次は勝つまで続けるつもりだよ。ふん、俺に勝つまでに小銭が尽きないといいな。ふん、そう言っていられるのも今のうちだけどね。お前の運任せのプレイには負ける気がしねえ。それが僕のプレイスタイルさ。上原くんの荒々しくて激しいプレイと違うのだよ。ハンドルを握りな。次もガンガン攻めてやるぜ。泣いても知らねえぞ。攻め深読みしすぎよ私。ただのゲーマー同士の楽しい会話に間違いないのよ。はっ、やばい、またミスった。だから気抜くなって。太鼓でポンじゃない。なんかあからさまに下手くそな天野くんを見てると微笑ましい気持ちになってくるわね。成績発表だポン。自己ベスト更新だポン。嘘、やった、上原くんのおかげだよ、ありがとう。だから適当に選ぶんじゃなくて自分のやりやすい曲にすりゃ楽勝なんだっつーの。あ、もう一回やってもいい？しょうがねえな。二人とも今日は一体何試合するつもりなのかしら。ハレンチね。って、いやいやいや、今私すごく墓穴掘ってる。誰に釈明してるのかわからないけど。次は何やろっか。お前一人じゃ無理だったゲーム片っ端から挑戦してるだろう。そんなことないよ。次は何やろっかな。ったく。ゲームをやってるところを見てただけなのにどっと疲れてしまったわ。え、いけない、上原くんに発見されて思わず逃げ隠れてしまったけど完全に目的を忘れてるじゃない私。天野くんに一言ビシッと言ってやらないと。今日はありがとう。じゃあね。おい、天野くんがこっちに。今こそ話しかけるチャンス。天野くん、
私はまだ諦めたわけって素通り。ハリー、俺ちょっと用事できた。すぐ戻る。上原くんが天野くんを追いかけて、まるで青春映画のように。ダメよカレン、まだ諦めては。私も追いかけなきゃ。うらうら。あんな光景を見せられちゃったらね。ってなんで私残念がって。あ、歩道橋に二人が。夕日を背にした感じがまた。天道のゲーム部ってのもバカみてえって思うのは俺も同じだけどな。ゲーム部の話？撤回してよ。あ？撤回してよ今言ったこと。喧嘩？仲良かったんじゃなかったの？とにかくもっと近くで。一旦ビルの隙間に隠れよう。ふにゃ。天道さん本当にいい人なんだ。優しくて行動力があって、こんな僕を二度もゲーム部に誘ってくれて。あ、天野くんが私のことを。だから天道さん、ひいてはゲーム部の人たちをバカにする発言だけは撤回してもらいます。そんな、天野くんが上原くんに私のことを必死に。じゃあ俺は行くわ。うん。あ、リア充なんて言い方してごめん。それはもういいって。おーい、天道。天道カレンですが、何か？あ、はい、わかりました。それじゃあお幸せに。待ちなさい。何が分かったって、お幸せにってどういうこと？俺は天野とお前って意外とお似合いだと思うぞ。じゃあ、私が天野くんと、天野くんが私、天道カレンと、お似合い。ペニャ。学校一の美少女がこうも分かりやすく恋に落ちるとは。二人の恋は無駄に応援してやろう。天野への嫌がらせも兼ねて。あれ、そういやさっきゲーセンで天道さんを見かけたような。気のせいか。次の日の放課後。いい人で優しくて行動力があるか。こんにちは。天道、先に入ってたか。お先にゲームしちゃってます。なんかご機嫌のように見えるけど。いえいえ、そんなこと。私はいつも通りですよ。そう。あ、そうだ天道さん、天野くんとあれからお話できたんですか？ええ、もちろんよ。その結果はどうだった？そうですね、ゲーム部についてどう思っているのかを上原くんに話しているところに出会いまして、うん、端から聞いていた限りだと天野くん、ゲーム部への評価がとても高いみたいですよ。私に対する評価もとっても、うん、ごめん、天野と話したんだよね？ええ、話したというよりかは耳にしてしまったという感じなんですけど。耳にしてしまったとは？ええ、正確にはゲームセンターに入ってく天野くんを見つけて、話しかけようとずっと追いかけているうちに、天野くんがクラスメートの上原くんと楽しくゲームしてたり、二人が喧嘩して天野くんがゲーム部への思いの丈をぶつけているところを物陰から観察していたという感じでしょうか。天道、それじゃまるでストーカー、スト2でもやりませんか天道さん。大会も近いですし。そうね、
でもちょっと待っててもらってもいい？今ちょうど FPS で調子がいいところだったの。ん？天道、調子がいいところ悪いんだが。コントローラー繋がってないよ。え？あれ？なんで？なんでと聞きたいのはこっちだ。どうしちゃったのさ。私だってわからないですよ。もう全部全部天野くんのせいよ。ふくしゃ。なんだろう、めっちゃ噂されてるような寒気が。まあそんな人いるわけないか。モノさんならまだわかるけどね。今日も一緒にクエストやってるわけだし。